はい、と、ブレイブリーデフォルト2実況プレイのパート77やっていきたいと思いますと、ミューザの性病、攻略の続きになります。引き続き、セスはジョブレベルをこの感じで上げていきたいと思ってて、ちょっと今後のことも考えて、他のキャラクターもね、育成をちょっと変えていこうかなっていうところもあるんですが、やっていきましょう。ここは水の間かな。戦ったことあるやつだね。どうしようかな。先手必勝です。最新モデルには誰かしら。あふれる。悪いな。楽勝だったな。見づれえな、このマップ。ダークエレメントがいる。精霊のフルテバリオン。やられた。本気出しちゃおうかしら。次は誰だ。気をつけてください。力がみなぎる。やる気十分。この次は誰かしら。連戦か。本気出しちゃおう。うまくいく。悪く思える次は誰かしら。まだです。まだまだ。さあ覚悟なさい。やがんの渦巻く丸根源の力。権限せよ。弱者だと侮ったか。いいね。一歩進んだな。なんだ、簡単だな。やる気十分。悪く思わないで。余裕ね。宝から出てるから連戦なんねえのか。ここに宝があるじゃないか。効果切れちゃった。
なんと本気出しちゃおう。うまくなっている。次は誰かしら。よし次だ。少しは休ませてほしいんだ。力がやる気決まった。よしやる気十分。悪くいかないと。いかないと。気を引き締めていかなきゃ。よしどんどん行きましょう。やる気十分。やる気配信の時代だしら。力が決まったな。吐きすぎだ。よし連戦クーかすり傷です。よし決まったな。切り札を見せてやろう。やっあっ本気出しちゃおうかしら。うまくいった。配信の出来だわ。さあ覚悟なさい。まだまだ。癒しの力。旅もいよいよ終盤か。やったな。これが良くないのね。前回もやったな。学習能力ねえな。その下に宝箱があるんだよね。もうそこに宝箱があるんだよな。気をつけろ。次は誰かしら。いたか我が輩の力。
道が全然覚えられない。やべえな。あれ？あれ、ここ通んなかったっけか。こっち行けんのか。左に行ける。あった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 。スマイリーバッジ。狙われづらくなる。なるほど。本気出しちゃおう。うまくいったらなると思わないでよね。こんなものかしら。おお、これはこれは。そこなんだな。楽勝だったな。バレた。OK。沈黙混乱もこう魔導士にはなかなかありがたい性能なのかもしれないね。
ケイ。消耗は大してしてないか。よし、じゃあこのままいっちゃいます。カメだね。さっさと終わらせよう。本気出しちゃおうかしら。やったね。力が溢れる。あよし、切り札を見せてやろう。今度も食べる。うっと、さあ覚悟なさい。なるほどね。やる気十分。全身は呼んでよ。我が輩の本気本気出しちゃおうか。力るね。さあ溢れる。切り札を見せてやろう。やる気十分。行くわよ。力が魔法反射みなぎる。魔法反射なのかな、これ。決まったら全身全霊をかけます。あー、なるほどね。全力です。これとこれとこれと大丈夫ですか。力を与えたまえ。いいわね。強化の魔法を期待に応えるわ。癒したまえ。本気出しちゃおうかしら。へいやー。待て、チェックしてない。なさい。え、水のところにいるのに水に弱いのこいつ。我が輩の本気。反射がやばい。なるほどね。殴りすぎても危ないよってことか。これはどうかな。痛すぎて死ぬ。しくじったか。平気だ。なるほど。さあ覚悟なさい。最上なる癒しを。汚名返上といこう。助かる。力が溢れる。最上なる癒しを。この霊は必ずやる気十分。行くわよ。ブレイブはあんまやらないで殴った方がいいな。こいつは効くよ。これだけでもとんでもないみたいな。全身全霊をかけます。大いなる癒しの力よ。身が効くじゃない。力がみなぎる。これを使え。ありがとね。本気出しちゃおうかしら。切り札を見せてやろう。助かったわ。予感的中。やる気十分。行くわよ。はっ。力が溢れる。うん。ブレイブしないでコツコツ殴っていこう。大いなる癒しの力よ。手間かけてごめんね。さあ覚悟なさい。魔法の加護を。さてもう一踏ん張りだ。我が輩の本気こいつは効くぞ。ふん。本気出しちゃおうかしら。おとなしくなさい。すまん。力がみなぎる。ああ、なんか一回反射する感じ。癒しの力よ。全身全霊をかけます。しかもしばらくか。なるほどね。
リリース使いたいけど反射するならダメだな。いいか。最上なる癒しを。気が利くじゃない、やる気十分。行くわよ。切り札を見せてやろう。こいつを使うか。次は誰かしら。あ、どうした。こんなものかしら。いい感じだ。なるほど、なかなか厄介な手だったぞ。はい、選ばれし者よ、今もその覚悟に変わりありませんね。はい、おじい様もスローンもあなた方の啓示に導かれその道を進みました。私も同じです。誰に強いられたわけでもありません。私自身が考え決めて選んだ道です。世界を、多くの人々を危機から救うのはミューサの王族として当然の務め。私以外の誰がこの役目を果たせましょうか。何時の覚悟しかと聞き届けました。もはや言うことはありません。この世界の行く末と、そして共に歩んでくれた人たちのために、私は先へ進みましょう。これで3つ目のクリスタルも、元の場所に戻すことができましたと。あと1つ。はい、じゃあとりあえず今回はここまでにさせていただきまして、また次回、最後土のクリスタルを収めに向かいたいと思います。ではブレイブリーデフォルト2実況プレイのパート77、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。